確実に。まだまだ。連携しよう。私に任せて。いいとこ見せなきゃ。あっ、あちら。そこから狙える。下がっている。よし。やっぱり。休めるときに休んどけよ。あんたこそ。俺はいいんだよ、頑丈だからな。目をつぶるといろいろ思い出しちまってな。アバランチによ、フィンっていう悪ガキがいてな、何を任せてもすぐにサボろうとするやつだ。ただ絵を描くのだけは好きだよ。トンネルにスタンプの絵があったろ。あれを描いたのがフィンさ。情報収集担当にあるってやつがいてな、あちこちからパスコードを入手してくるやり手なんだが、こいつが色男でよ、気に入った子を見つけたらすぐに渡せるようにいつも花を隠し持ってんだよ。もしかしたら
ここで勝ってたのかもな。そういや一度ティファに手を出そうとしてこっぴどくやられてたな。だろうな。資材調達担当のネリーはジェシーとコンビを組むことが多くてよ、よく姉妹と間違われるんだと。二人とも似てないのにって文句を言いながら嬉しそうに笑ってたな。ま、あいつらなら大丈夫さ。全員俺に似てしぶてえからな。うん。エアリスを助けた後で紹介してやるよ。楽しみだ。お前相手だってのに話したらすっきりしたぜ。眠れそうか。おう、グースかピーだ。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺に。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ、線路を歩くか。今は非常事態だ。表立ったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ？裏ルートがあんの？そういうこと知ってそうな人ってコルネオか。はい、注目。情報やキリエの大スクープだよ。反死んだグループのアバランチが皆さんですよ。いいところにいらっしゃる。凄腕のも、そこで、実は、きっ
と今頃。それは大変だな。ありがとうございます。逃げたのは3羽。名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。ファイヤのとこ行くの？行くだけ行ってみよう。なんだよ、コルネオと何かあったのか？言いたくない。あ、あれ、シラヘ覚えてない。本日の闘技場はいつも通り開催するよ。コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。誰もいねえな。お前たちか。何の用だ？私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か？教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。なんだこの穴。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか？裏切ればそれで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。準備はいいか？じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴？侵入者用の落とし穴だ。あ？
生きて戻ったやつはいない。いや、いなかったというべきか。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手ごわいやつが多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でも、あんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。7番街との境界には先に行ってくれ。俺は少し離れてる。悪くない動きだ。先を急ぐ。はいはい、っと。やった。あぶり出す。結果だ。
引き込んどけ。この調子で行くぞ。次は勝とう。巻き込んで合鍵仕込んでたよ。役に立った。ティファ先を急が。話し込んで。分かってるよ。さあ着いたぜ。こっちだ。近くにコルネオの印がついた扉がある。ここ安全確保。はいはい。聞いてもいい？オーディションのとき。アニアンに。それだけ？俺はあそこ。え？ほら、早く行ってくれ。知らせが。遠慮はいらない。落ち着いていけ。俺の見せ場だ。負けるわけがねえ。バレットってば。待て。コルネオの隠れ方、ここからは俺が先に行く。ここか。あそこ曲がったぞ。急いで。私は任せる。おう、引っ込んどけ。どんなもんやねんねんか。さっきの野郎どこ行きやがった。上だ。面倒なことになったぞ。ここから先はあいつらの根城だ。どこから飛び出してくるか分からない。油断するな。ケチラット邪魔はさせない。
どうってことない。頼むぞ。こっちもな。追い詰めたぞ。手間かけさせやがって。悪いようにはしねえから。おとなしく。なあ。全力で行く。得意分野だ。やばい。落ち着いていけ。おう。ママよ、狙うぜ。こんなもんよ。ざっとこんなもんだ。ハサミ。帰って質問。Thank you.
あ、あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で大ごとにはならなかったんだけど。あれはウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、
6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラム。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。そっちは任せる。はいはい。よっと。頑張ろう。待て。起こしちゃった？連携しよう。お任せあれ。どう？あん。これが出る。仕上げだ。
落ち着いていく。頑張るね。モンスター。そんなとこ。スラムソ。たくましいな。嬉しくない。アームであのコンテナつかめない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。クラウド、いいよ。
下ろすね。ここは任せる。そういうわけには。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。はいはい。ソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど、ソルジャーの時仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだお前ら。連携しよう。頑張るね。こいつの腕試しだ。どう？
またはしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。こっちこっち。ここ。それじゃあ、もう行く？ああ。
急いで追いかけよう。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車。俺たちも暇じゃん。なんだ？何騒いでな？そのチョコボ。もちろん。その子があった。兄ちゃんもどの子だ？特徴？スタイル。スタイル？もしかして。そうだ。ふん。でも。どういうことだ？あの子はとコルネオさんの屋敷。オーディションって。コルネオさんがティアちゃんはこれ長年だだから。ドンコルネオの。はい、起こすならか。ああ、とにかく街の中探してみる。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。入るべきか入らざるべきか、わかるか？おどう、もしかして。でもそれは。あ、なんだ。ティファを見なかったか。ティファ、え、てか、もしかして。ティファ、ティファ。あの人。気にするな。知らない。ティという名の。そこお二人にいくらだ。引く。ご利用の際はお声を。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前ウォールマだったらな。屋敷は立ち。はいはい。女の場合は。あ、なかなか。なかなか程度。どうにか。ここがどう。エアリス。レズリーさん。クラウド。いや代理人って。ウォールマーケットにまず、そして最後が全員。そっか。でもうん、
始めたら止まらない。ちくしょう、ここか。アニヤに会うはずが。俺が話。え？あんなことを。だってクラウン。ちくしょう。でもすごかった。もうすぐアニヤ様に会える。俺の花束。あなたはハリ。季節で。これは大バカ。素敵なお花ね。これは。ああ。やっちまった。俺のバカ。大バカ野郎。なんだ。違うの。なあ。どうかな。いいぞ。本当？ああ。それじゃ今回でもそんなにする欲しい。じゃあやめておこう。本日開店の自動アイテムや。もう一つじゃねえか。映画から来てるくらいよ。伝道にはちょっと使えんな。くそ。じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド、言っておくけどこのコースはリスクがあるよ。え、いわば人体実験。素晴らしい効果の時もあるし、その逆もあるの。あ、待ってくれ。待たせる男は嫌いだよ。さあ歯食いしばりな。力が入らない。悪かったね。お大事に。どうだった？すまない、何も話したくない。うん、真っ青。少し休めば大丈夫だ。本当に？そう信じたい。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。頼みってやつを聞こうじゃないか。私をこれね。そりゃ、本当？ただし。え？そんな貧乏代理人としてこの服ダメ？俺は嫌いじゃない。あんたら。あ、ごめん。払うもんさ。いくらだ？ざっと100万といったところで。だから、この町にはそこで優勝賞金が出る。うん、分かった。いいえ、もう受付は始まってるからね。急いで闘技場。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。やっぱり優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元すわれないようにね。今から。え、いや、二人でおね、推薦してもらじゃ
お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ。あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。あんたらも悪いことは嫌。クラウド、エアリス組、入場ゲートも。逃げる気ないよね。準備はいいか。せいぜい死なねえようにな。ルールが曖昧。いや、期待するな。用心して。クラウド、エアリス組。運よく勝ち上がっ、準備はいいか。ま、無理はしないことだな。
選手は控え室へお戻りください。お前たちはまだだ。アナウンスがあるからおとなしくしてろ。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越し。恐れ入った。決勝戦、俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ皆様。恐れ入った。決勝戦、俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ皆様。大下がって。
ダントエアリスチーム。ご愁傷様。マジであんたら最初準備はいいか。もう賭けなんて頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯、どうでしょう皆さん。始まりました、コルネオ杯スペシャルマッチ。アマテールハウス、これは苦しそうだ。早速弱点を見抜かれてしまったか。ヒントはあの色、痛恨の設計ミスとしか言いようがありません。オープンザ
ービーへご招待だ。来ないで。決まった。クラウド&エアリスチーム優勢です。あの人へ。待て。アンナやっけなかったね。いいや、これから。おっと、なんだこれは。何、来るぞ。ついに人食い屋敷インザハウス。本当を表したヘルハウスにどう挑む。クラウド&エアリース当たれ。クラウド&エアリースチーム、ヘルハウスの誘いを丁重に辞退。ドアが虚しく閉じろ。ハローどうぞ。飛んでけ。うるわしいカップルを引き裂くイスの雨。バンクロータの一番にふさわしい荒れ模様です。さあどう切り抜ける。
我クルー、いいえ、まさに恐怖でしかありません。決まった、さすがのクラウド選手も大打撃か。マジであんたら最高だよ。次も準備はいいか。お、連戦だからな。
準備はいいか。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウ。始まりました、コルネオ杯スペシャルマッチ。アマテルハウス、これは苦しそうだ。早速弱点を見抜かれてしまったか。そう、ヒントはあの色、痛恨の設計ミスとしか言いようがありません。どんな宴が催されているのか。当たる。さすがに恐ろしい。よ。ヘルハウス、なんと魔法を吸収しています。画期的なエネルギーシステム、アントガルス。やっけなかったね。いいよ、これからだ。おっと、なんだこれは。何？来るぞ。温かな我が家が一変。ついに人食い屋敷ヒンザハウス。本性を表したヘルハウスにどう挑む。クラウド&エアリース。強引なお誘い、どうする。クラウド&エアリース。奇跡の生還だ。しかしこのダメージは大きい。クラウド選手だ。マジであんたら準備はいい。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、
このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いません。ついに始まりましたコルネオハイスペシャルマッチ。あまたの強敵を退けた実力派カップルに大ヘルハウス、これは苦しそうだ。早速弱点を見抜かれてしまったか。そう、ヒントはあの色、痛恨の設計にとしか言いようがありません。いいよ、これからだ。おっと！なんだこれは！何？来るぞ！暖かな我が家がいっぱい！ついに人食い屋敷インザハウス。本性を表したヘルハウスにどう挑む。クラウド&エアリス、ご覧ください。天より舞い降りるキュートなぬいぐるみたち。吸い込まれた。中でどんな宴が催されているのか。恐ろしいな。
ここでバリアチェンジ。何を企んでいるのか、エルハンス。の隙と弱点を突く見事な攻撃。最強カップルヘルハウスを撃墜だ。オブイエを落とす勢いで攻めていく。出番。いたいた、マムから。あのさ、今回みたいなでけえイベントはまれだけど、今回のチャンピオンならキャンピオン、トロットロにとろける。本日待ち合わせ場所はだね。でもその前にゃなんで普段の行いが。さてと、着替えたら街の外には出る。そうと決まったらさっそ。そうだね、女連れじゃ今のうちに遊んできたら。安心しな、男のことは男同士勝手に話す。にえきらぬ、せっかくの機会さ。さてと、どんな服かな。楽しみ。服だけじゃないさ。わお、じゃあクラウド。覗くんじゃない。よう、マムから女連れ。は？残るなって。まあ、この機会に守りたい。ちょうどあんたにフッそう、頑張ってこいよ。なんか、いらっしゃいませ。何？ん？あんたが例の何でも屋か。頼みたいのは居酒屋で飲んだくれてる、すぐそこの
酔いどれって店にいるから。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあまずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。食べ始めたら止まらない。美味しさが加速する。なんとなく感じてここまでだよ。待ってたよ。トレーナーのジン、突然で申し訳ない。こんなピヨピヨくやるまい。じゃあクラウド君、準備ができたら声を勝負する気。後悔するな。無駄口を。勝負の方法。じゃあ早速始めるよ。負けてやる気はない。その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。いい感じだね。素晴らしいね。さあもう一度。美しいフォームだ。いい感じだね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。いい感じだね。素晴らしいね。その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。いい感じだね。このまま続けていこう。その調子だよ。どんなものかい。素晴らしいね。いい感じだね。当然の結果だ。筋肉は量、そうや、その満。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう、クラウド君。体を動かした。うわ、重要なのは忍耐と規則。ここまで来るには汗と横側の有名なおこぼ豆のポップコーン。常連さんが多い店ですから、入るときは。ちょっ、そんなずかずかだ。大人のしあんたが親父だな。いや、そう、わしのインス。わかった、そのイン。待ってろよ親父。ほら、私が勝ったら一杯おごり。いやマテリア、いや食べ始めたら止まらない。マテリアやって入ったことないんだよな俺。じゃあ何に使うかよくわかんねえよ。ちょ、置いてかないで。これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろう。何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うっ、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよ、あれ。宿屋自販機、あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。じゃ、よろしくな。自販機のあれ、見破るのはこの俺だ。感じる、感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域、いざ参らん。お兄さんにぴったりなお部屋ご用意できてます。あ、一人で行きですか？
俺の豊富な知識がなくちゃ自販機の秘密は見破れませんからね。あった、この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員してこうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。おお、あれってなるほど。いよいよ最後のボタン。これは早く早くしまってください。こんなとこ見られたら。大当たりスペシャルおまけだよ。とにかくあれはゲットしたんで、早いとこマテリア屋に戻りましょう。みんながこれを見てチャンピオンってこんな気分なんだな。どこが危ないか。らっしゃいませ。待ち合わせ場所はクラウドさん、早く早く俺たちの戦利品ババン。おお、待ってたぜ。さあさあクラウドさん、あれを。これを。おお、マジか、すげえな兄さん。おお、こんなの初めて見た。このくらいどうってことない。いやー、恐れ入ったぜ。見かけによらず経験豊富だったみたいだな。まあな。くー、さすがチャンピオン、憧れます。さてと、約束の物だが。悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあ、ないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋、定食屋。今日のメニュー、待ってください。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんた、マテリア屋なあ。そんなことより、あんたら。いや、まったく。最近なんか料理の火力か電気か冷蔵温度。考えられるとしたら、なんだ？よし、原因は火力が足りないだ。おう、兄ちゃん炎にうるさい口か。どれ、
試しに火加減を変えてみるか。おお、とんでもない火力だぜこりゃ。えい、お待ちそう。いただきます。料理に尽きるね。あんたには感謝してもしきれないよ。これお礼と薬や商品クーポン、彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。道をあげてくれ。ダメ、重ねて食べるとさらに味が変化。魔法の水。おい、店の前で倒れないでくれよ。営業妨害だ。あんた、こいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく。ったく。今日はこいつ以外にもいるのか。ああ、こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を。その格好軍人さんかな。治療の経験も助かるよ。この薬を届けてくれ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡す。やめろ。これは大バカだ。何でもいい。でも、すみません。あの強烈な薬を持ってきた。見せてみろ。まとわりつくような定食の匂いがようやく消え去った。助かったよ。よかったらこれお礼に。あー、空気がうまい。マテリアイスの召喚獣キャンペーン、アレクサンダーを持ってこ。この店こそ。薬を持ってきた。見せてみろ。いや、もう詰まり詰まって体の中から爆発するかと思った。すげえな。何でもやだ。何でもや、様々だよ。ありがとな、助かったよ。ところでここどこ。
ス銀行の経営母体は神羅カンパニー。銀行なんてなまだまだ夜は長い。チョコボ豆のポップコーン。チョコボの形をしたかわいいお菓子。やった、財布を忘れちまった。これも社会勉強ってやつさ。あの定食屋の飯、毒でも入ってたのか。薬を持ってきた、見せてみろ。ありがとう、助かったよ。これ、はあ、安心したら今度戻るか。プレートの上は面白い。食べ始めたら止まらない。トロットロにとろける。で、そのカメ、いやメカみたいな恐ろしい絵をクラウドさんの剣がズガガガガッか。家、あの兄ちゃん家と戦ったのか。あ、お勤めご苦労様です。もういいのか。うるさいくらいにな。外の奴らはどうだった。できるだけのことを。ありがとな、助かった。じゃあ約束。いいもの、ま、もとも定食屋から探してた。当たり、毎晩集まんで巡る超レアもの。ま、持ってても何の。これってクラウドさん、早く福屋の親父によ。クラウドさん、早く早く。インスピレーション、そういうことだったのか。おやつ、せーよいぞれよいぞれよいぞれ。無視すんなよ。少し、ああ、もう早く確かめて。この無理の形をした可愛いお菓子、リクサルだよ。おやじ、待たせたな。ああ、例のもの。おお、おやじ。そうよ、あの娘、ミツバチ。やっぱり。そうとき店に戻って、俺も通す。はあ。食べ始めたら止まらない。だ、いろいろと面倒。さあ、ウォールマーケットのお仕事は分かります、その気持ち。は、一緒に行く。クラウドさんのため、この俺に待ってろ。待ってろ。そうだな、そろそろサムのところへ戻るか。おお、どう、いろいろ。このくらいなら。いや、どういうことだ。ま、とにかく闘技場へ行ってくれ。
だぜチャンピオン。観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれ。さあ今宵のチャンピオンクラウドが、
観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれよ。さあ今宵の あんたの取り分だ。ティファの件詳しく聞かせてくれ。ああおい、騙すような。でもまあ今の戦い遅い。まさか。ただ今のあんここに来た。さお勉強はそろそろねえじゃん。女を待たせると怖いぜ。ボムみたいにみるみる膨らんでドカンだ。
チャンピオンならそれじゃん。ここでしたか、ティファが。落ち着け。もうすぐ。でも分かった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ、俺兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバッズバッズババって俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になる。じゃあ俺はここで。いや、その了解です。推薦状は手に、エアリスが選ぶ。ああ、でもな、許可は求む、やめておけ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が立つ、あるいは待った。わかるか、ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女、俺は進めないけど。できたらよかったんだけど。選ばれることが目的じゃないだろう。そうだけど、クラウドも頑張ってくれたのに。頑張ってくれたんだよね。それよりエアリス、ジョニーの伝言。待ってろ。オーディションでな、やはり一人で。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもり？私、マム。うん？お母さんと二人、部屋あの頃のまま。毎朝、お母さんよく一人で泣いてた。
とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーター
前傾しよう。さあ行くよ、頑張るね。そこどう？協力してこう。気負いすぎる。よし、やっちゃおう。
Thank you.
できる私に任せて。出番だよ。いいとこ見せなきゃ。
よ。やだ。仕掛けた。どこだ。
可能だ。頑張るね。
っちは任せる。頑張るね。はいはい。よいしょっと。振り絞るよ。いいとこ見せなきゃ。
連携しよう。はいはい。できるよ。当たれ。散らす。それ。やっ。
よ。沈め、この、わっ、あ、落ちて、
くよ。飛んでけ。さあ来い。届く。それ。この。
落ち着いていけ。私にも。はいはい。それ、それ。気をつけてね。お任せあれ。
くよ。それ頼りにしてる。お任せあれ。もっと頑張ろう。協力してこ。